はい、沖縄の鈴木です。今回紹介するのは、私帰りますという、またミニゲーム系ですね。はい、キャラクターの枠と同じ色のボタンをタイミングよくタップして、ジャンプして帰ると、ただそれだけです。で、3回目してゲームオーバー。はい、とりあえずやってみます。枠って、この色か。50ポイント。もう一回いきます。意味が分かった。この周りの色ね。黄色、緑、黄色、青、黄色、赤、黄色、赤、緑、黄色、青、緑、緑、赤、緑、青、青、赤、黄色。もうなんか言いながら言ってるってわけわかんなくなってくる。それでもなかなか、よしよし、少しコツがつかめたぞ。よし、赤、青、赤、赤、緑、はい、黄色、緑、緑、それも4090ポイント。よし、記録更新。最初が50ポイント、2回目が4090ポイント。すげえな。なんかで、アルバムっていろいろあるんだね。これから点数上がっていくといろんな画面が見れるようになるというやつで、なんかいろんなのが、その声どっから出した。なるほどね。で、世界ランキング、この画面か。単純だけど結構楽しめるな、これ。もう一回、なかなかね、タイミングが難しいんだよな。おっと、あれ、集中力が一瞬でも途切れるとすぐミスっちゃう。もう反射神経で動かなきゃダメだ。これ何色だっけとか思った瞬間にミスるね。やばいやばい。今度こそさっきの4090を超えて4500いってやる。よし、あちゃあちゃあちゃ。2000。難しいな。やっぱね、ちょっとでも集中途切れるとダメですね。
早っ。アウチ。1150。ダメだ。どんどん点数下がっていってる。うん。はい、というわけで、まあ、今回はこんな感じで、終わらせていきます。なかなかね、空き時間とかにちゃちゃってやるにはこれ結構楽しめるゲームなんでおすすめです。よかったらお試しください。そんでもってこのチャンネルの登録もぜひよろしくお願いします。それではまた。